ラウロラ国際空港は、グアテマラの首都のグアテマラシティにある国際空港。首都グアテマラシティ中心部から南に6キロメートルという便利な位置にある。現在、乗り入れ航空会社の増加に対応するため、滑走路とターミナルビルの拡張工事が行われている。第二次世界大戦中、この空港は、アメリカ空軍港軍団が、数軸国軍潜水艦から中央アメリカ沿岸を、 防衛するため使用された。1941年12月に米軍が寄港。米軍第805航空工兵大隊により、1942年初頭には、飛行場が拡張された。米軍使用期間中は、グアテマラ市航空基地と呼ばれた。戦後も、グアテマラ空軍の訓練及び、天候速攻所の運営のため米軍が駐屯。1949年7月18日の、 フランシスコ・ハビエル・アラナ将軍暗殺に続く、グアテマラ革命の期間中は、米軍関係者は、基地内に泊まるよう制限され、その後米軍施設は7月28日に閉鎖され、グアテマラ政府に返還された。1980年3月、グアテマラ空軍のダグラス C-47 機が空港近くで事故。1993年4月には、 土砂航空のボーイング767機が着陸時にオーバーアランした。2007年に大幅拡張工事が完成。北、中央コンコースが共用開始された。滑走路の拡張工事は継続中。旅客ターミナルをさらに拡張するため、貨物施設は他の空港へ移設する工事が進行中。ラウロラ国際空港ターミナル。ありがとうございます。